鍋立山トンネル。鍋立山トンネルは、北越急行北北千末、大駅北北、大島駅間の新潟県東下、長市と上越市の境界にある鍋、立山を貫く、全長9116.5メートルの鉄道トンネルである。トンネル内に、列車交換用の偽名信号場が存在する。 着工から完成まで二十二年近くを要した屈指の南高寺のトンネルとして知られる。北越急行北北線は、元は北越北線として、改正鉄道付設法別表五十五の三に、新潟県、直越より、松城付近をふて六日町に、イタリル鉄道と規定されたものである。沿線となる魚沼、久引地方は、山が険しく豪雪地帯で、 交通網の整備から取り残されていたことから、鉄道を整備して、利便性を向上させることが悲願とされてきた。また、東京と北陸地方を短絡する経路を構成して、時間短縮を図ることも可能とされた。なお、改正鉄道施設法別表五十五の三では、北越北線に続いて、及び、松城付近より、分岐して湯沢に、イタリル鉄道が規定されており、この、 北越南線トルートをめぐって南北戦争と称される激しい争いが繰り広げられたが最終的に北線の建設推進で一本化が図られ1964年昭和39年9月28日に工事線上の昇格基本計画の設定工事実施計画の指示が行われて北越北線の着工が決定された建設を担当することになったのは 日本鉄道建設公団であった。6日町10日町間は1968年、昭和43年8月14日に、続いて10日町西潟間は1973年、昭和48年3月24日にそれぞれ着工された。この10日町西潟間の工事実施計画において、東区木郡松代町、大島村、浦河原村と随同にて精神詞と定められ、 具体的には松、大駅、下唱松城駅、偽名信号場、北北、大島駅、下唱区引大島駅と通る経路が設定された。こうして、松城町と大島村の境にある標高640メートルの、鍋、立山を貫くトンネルが建設されることになった。着工の時点では、日本国有鉄道、国鉄の路線としての建設であったが、 国鉄の経営再建に絡み一旦は、建設が凍結され、第三セクター鉄道の北越急行に引き継がれて、開通することになった。鍋立山トンネル周辺は、緩い丘陵上の地形、東首木丘陵となっており、新生代第三期中心夜から、先進夜にかけての寺止まり層、椎谷層、西山層などの地層から形成されている。 この付近の集局体はなお活動を続けている、かつ集局であるとされ、トンネルの中央部には、加毛廃車、加毛校舎、偽名廃車の集局構造が存在している。これらの集局構造の部分では、可燃性ガスや、油類の流出を招いた。特に、加毛廃車中央部付近では、海上泥岩、変上泥岩、軟質泥岩、含む歴泥岩などを主体に構成された極めて、 劣化した地質であった。こうした場所では 15kgfcm 約1.47パもの圧力がかかった天然ガスが、敗退しており、また地山の強度が弱いため度圧は 300tfm 約2.94パにも達していた。この中央部付近では、極度の地山の膨張のために切り葉、トンネル工事の先端部が何度も押し戻されるという事態となった。 こうした地盤は傍聴政治山と呼ばれ、鍋立山トンネルにおいて南高寺となった10日、長子の鴨内地区周辺に位置するが、この付近では複数の泥火山が存在することが明らかとなっている。鴨内地区には泥火山の活動に伴いた量の地下水と泥が噴出したためにできたと考えられる。直径約200メートル、深さ30メートルのすり鉢状の陥没地形が、 存在しており、トンネルは、陥没地形の北側壁付近を通過している。またここに、米寸構造が認められるとしており、泥火山の活動に伴う陥没地形の形成が影響しているものと見られている。トンネルはこの米寸構造の中央部を通過しており、南高軸間がこれに一致していた。泥火山の形成原因となった異常水圧。 ガス圧によって岩盤が破壊されて強度が低下したことで、膨張政治山が形成されたものと考えられている。トンネルの縦断線形は、起点側、東側から3パーミルの勾配で上り、間もなく10パーミルの下り勾配となって、終点側の一部に3パーミルの短い下り勾配が設定されているトンネル両端に比べて中央部の高い拝み勾配になっている。 トンネルは単線であるが内部に機名信号場が設置されており一線スルー方式で全長240メートルの列車が交換可能となっている国鉄北越北線として建設されていた時に貨物列車の運行が計画されていたことからこの信号場はもともと有効長が460メートルで設計されており複線断面とされている区間の長さは680メートルに 達している。また北北、大島駅、柏唱区引き大島駅は、当初交換可能駅として設計されており、待避線の一部と安全側線が、鍋立山トンネル内に設置されるため、終点側高校が330メートルにわたって、複線断面となっている。北北、大島駅の交換設備は、第3セクター鉄道としての工事再開時に、設置されないことに変更され、 その後の高速化対を工事でもそのままとされたことから、この伏線断面区間は単線で共用されている。トンネル内は当初非電化で計画されていたが、高速化に関連して直流 1500V 空電車線方式で電化されている。トンネルの断面は場所により通常の馬底形、円形、卵形などが使い分けられている。 トンネルのキロほどは工事種本群によれば、6日、長期点29キロメートル573メートル、50から38キロメートル690メートル00までで全長9116.5メートルである。しかし国鉄線としての着工、第三セクター鉄道としての工事再開、高速化のための改良と3段階にわたって計画が、 修正されてその度にキロほどに変化が発生しており、工事士関東の地図では29キロメートル470メートル17の地点から全長9129.5メートルのトンネルとされている。北越急行公式ウェブサイトによれば、全長は9129.5メートルでありこれには、スノーシェット13メートルを含んでいる。すなわち、 トンネル本体の長さは工事士の通り9116.5メートルである。一下の記事では工事中のキロほどに基づき記述する。トンネルは東から東工区、中工区、西工区の三つの工区に分けて施行された。このうち中工区は車高を用いて取り付き、両高校へ向けて掘り進んでいった。東工区と西工区は両側高校から工事を進め。 早く工事の完了した東航区側からは中港区の向かい掘りを行っている。また1981年、昭和56年の西松建設技法では、中港区の範囲を 31km324m34km651m の 3327m であるとしており、この時点で西側の掘削は完了しているとしている。 34km651m34km711m の 60m は中高区その2工事として1981年、昭和56年に1月から3月にかけて施行されており、工事の進捗に応じて高区境が変更された可能性がある。東高区は大林組が受け負い、 トンネル入り口側の 29km573m50 から 31km324m までの 1750.5m を掘削した。高校から 96.5m、資料によっては 100.5m までは明かり巻きとなっており、先にトンネル復興を構築してからその上に土を持って建設した区間である。この区間の上部は後に、 国道253号松代道路が建設されている。以降の区間、頭中の A ブロックはすべて単線和定形断面の在来広報で施行された。高校から400メートルほどの区間は土かぶりが薄く、直上に民家や国道が位置していたことから、定説シるべこう先新城半広報を採用した。残りの区間はショートベンチ広報を用い、上半部は ロードヘッダーを用いた機械掘り、下半部は葉っぱ工法を使用して掘削した。地山は良好で進捗は順調であり、平均月震は86.6メートルに達した。しかし、全長の復興を終いて7ヶ月ほどして路盤が膨れ上がる現象が発生し、インバートコンクリートや両盤コンクリートを打設した。さらにその後路盤が膨れ上がったり復興コンクリートに、 亀裂が入ったりしたことから対策工事が行われている。1973年昭和48年12月7日に着手し、1976年度昭和51年度中には中高区との境界まで掘削を完了した。その後高校側の処理などを行って、1978年昭和53年8月28日に竣工となった。 西高区は、熊谷区が請け負い、トンネル出口側の 38km690m から 34km711m までの 3979m を掘削した。その1、その2、その3、その4の4つの工事に分割されて施行されている。1973年、昭和48年12月17日に、 出口の高校から着手した。出口部330メートルは駅の一部をトンネル内に取り込む計画のため伏線断面とし上部半断面先進工法を用いてスムーズに施行された。単線断面区間ではショートベンチ工法を採用して単線場定型1号型断面で順調に工事が続けられた。その3工事の後半から地山に膨張性が現れ、 またガスの輸出が見られるようになって、防爆型の施設を使用する必要が出てきた。しかしその1から、その3の合計3090メートル、図中の G ブロックは、平均月新79.2メートルを達成した。1977年、昭和52年10月1日から、西高区その4工事に着手したが、地質が急激に悪化して難航するようになった。 このため吹き付けコンクリートとロックボルトを採用した新オーストリアトンネル港が導入された。さらに地質の悪化をきたしたため 35km380m 地点から断面を単線馬蹄型から円形に変更した。1978年昭和53年4月には 35km348m 付近において霧葉が崩壊することが発生し、 復旧に3ヶ月を要した。こうしたこともあり、それまで上半部と下半部の2段に分けて工事する2段ベンチであったものを上中下に分ける3段ベンチに切り替えた。側壁の押し出しや路盤のバンブくれが激しく、縫い返し、一度掘った区間の掘り直しが必要になる区間もあった。バック方を用いた機械掘りを断念して手掘りに切り替えなければならない区間もあり、 また、卵型断面の頂季節しるべ校を先行させて、そこから本校を切り広げていく頂い季節しるべ校、先進工法なども実施された。北越北線の工事は1980年度、昭和55年度の日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法、国鉄再建法施行により凍結されることになった。トンネルに関しては、 掘削中の切り葉の閉塞工事や保安対策などの必要性から部分的に工事が継続され、鍋立山トンネルについては1982年、昭和57年3月に工事が中断された。しかし、西港区について言えば、中航区側と1981年度、昭和56年度中に貫通したこともあり、1982年、 昭和57年3月25日に工事凍結の影響を受けることなくほぼ完成にこぎつけた。ただし19メートルについては、シルベ港のみで、本港断面への切り広げ工事が完了していなかった。この889メートルの南工事区間、頭中の F ブロックは、平均が地震20.2メートルとなった。中港区は、西松建設が請け負い、 三十一キロメートル三百二十四メートルから三十四キロメートル七百十一メートルまでの三千三百八十七メートルの区間を三十四平方キロメートル五十メートル付近に設けた擬名車高から掘削した。千九百七十三年昭和四十八年十二月七日に着工し、実際の車高工事には千九百七十四年昭和四十九年八月に着手した。 車高は全長293メートル14度の勾配で断面積17.9平方メートルであった。77メートルまで掘削を進めた時にダイナマイトで葉っぱを行ったところ溜まっていたメタンガスに引火してトンネル全体に火が走る爆燃という現象が発生した。葉っぱ時にトンネル内に作業員は残っていなかったため特に死傷者は出なかったが トンネル内に染み出してきた石油にも引火して、爆年後もちょろちょろと燃えているような状態で、危険性を恐れて、多くの作業員が辞める原因となった。このため電気設備の防爆対策、ガス検定員の配置、検定爆薬の採用などの対策を必要とすることになった。1975年度、昭和50年度初めから、本校の工事に着手した、中区は、 その1、33km130m34km580m1450m。その2、33km049m33km130m81m34km079m34、平方 km19m140m。 34km 651m 34km 711m 60m 合計 281m その 334km 580m 34km 651m 71m その 431km 324m 31km 439m 115m そのロ 31km439m32km404m965m、その6、32km404m33km049m645m の6区間に分けて施行された。車高の本校への到達地点は、偽名信号場の設置のために、車高高点の十四平方 km50、 メートルから6日待ち方に350メートル、直越方に330メートルの延長680メートルが伏線となっている。まずこの伏線区間を、車高から両側へ向かって、掘削を開始した。この伏線区間は、鍋立山トンネルとしては、比較的地質が良好な区間にあり、上部判断面先進坂巻工法、一部定説、汁部工先進工法を、 際して葉っぱにより工事を進めていった。一部地質の悪化した区間ではナットムも採用している。車高よりも一課長方では、メタンガスや石油などの進出が見られた。伏線区間でも一部防圧により焼いたが折れて、仮巻きコンクリートを併用する状況で、こうしたことから、単線区間では、円形断面として、吹き付けコンクリートとロックボルトを併用しながら、ショートベンチ工法類は、 ミニベンチ工法で掘削を行った。伏線区間より、最型法、西側では、1978年、昭和53年11月から1979年、昭和54年4月にかけての6ヶ月間で、その3区間の71メートルを、1981年、昭和56年1月から3月までの2ヶ月間で、その2区の60メートルを施行し、 西高区との高区境に到達した。その後の西高区側からの掘削により、西高区と中高区の間が貫通している。その3区間では、ナットムの試験試工や、各種計測を実施している。伏線区間より6日、長方、東側では、1976年、昭和51年3月に、単線区間の工事に着手した。円形断面で、 ショートベンチ工法で600メートルほど施行した。これは、断面積の大きなトンネルでは一度に掘ると、切り葉が崩壊してしまうため、上下に分割して、先に上半から施行する方式である。地山を緩ませないために葉っぱをせず、機械による掘削を採用した。しかし、東へ掘削を進めるにつれて、次第に地圧が大きくなり、やがて、上半と下半の併合が一週間ほどかかる。 ショートベンチ工法では、応しきれなくなってきた。このため途中で、ミニベンチ工法に切り替え、2から3日ほどで、上半と下半の併合を行うようになった。1977年、昭和52年3月12日、33km325m357m の約 32m の区間で、四歩行が雑屈し始める返上が発生した。 地質的に不安定な状態で地山強度が低く異常な防圧が働いたためと推定され2ヶ月ほどかけて掘り直し死歩行を取り替える工事を行った。また同年7月21日には33平方キロメートル25メートル25から240メートル25の15メートルほどの区間で上半死歩行の押し出が見られ始め 補強工事を行ったが次第に崩壊していくようになった。ガス濃度が増大したことから爆発防止のために霧波付近の電源を切って作業員を退避させることになりさらに崩壊が広がっていった。応急対策としてエアモルタルやミルクセメントを注入して地山を安定させその後全断面掘削で少しずつ掘りながら交換し歩行を設置し吹き付けコンクリートトロックボトを し、し復復復ををくすることで、で旧旧作業を進めて、約2ヶ月半で復旧が完了した。最終的に頭中の E ブロックは平均が地震41.5メートルとなった。伏線区間は比較的良好であったものの単線区間に入るにつれて次第に悪化し一度掘った区間の掘り直しなどが発生している。ショートベンチ工法でも 極度の押し出しにより屈削が困難となったため、一度、掘って、応力解放させた後の再屈削では、押し出しが少なくなると見られたことから、シルベコを掘って押し出し変形させてから、本校の大きさに切り広げる中央シルベコウ、先進稲志工法に切り替えて、屈削を行った。さらに薬液注入による、地盤改良も実施した。しかし屈作する以上に崩壊して押し戻されることの、 繰り返しで206メートル掘削したところまでで手詰まり状態となり、1982年昭和57年3月31日に工事凍結を迎えることになった。凍結時点で3 3トル0 4 9メートルまで掘削が完了していた。図中 D ブロックは平均月芯4.6メートルに止まった。義名社庫からの工事が難航していたこともあり、 1978年、昭和53年8月28日に先に、竣工していた東航空側から、1979年、昭和54年3月31日に迎え、堀工事に着手した。実際の掘削はこの年の11月から始まり、馬蹄形単線1号型断面で、上半線進章とベンチ工法で屈伸した。 地山は比較的良好で順調に工事が進められたが、次第に膨張性を示すようになり、掘削のやり直しが発生するようになった。東口側からの工事は、最終的に1981年、昭和56年8月24日に凍結となった。凍結までに東港区側から施行した距離は 32km404m までの1 0ートル頭中の B ブロックで、 平均月震は60.0メートルであった。このようにして、1982年3月に工事凍結となった時点で、東高区と西高区はほぼ完成しており、中高区の掘削済み区間と合わせて8472メートルが掘削されていたが、中高区の中間に645メートルの未掘削区間、図中の C ブロックが残された状態となった。 国鉄線として建設できなくなった北越北線を第三セクター鉄道として建設することになり、1984年昭和59年8月30日に北越急行が設立された。こうして1986年昭和61年2月24日に東口側から工事が再開された。まず卵型断面のショートベンチ工法で紙半を カッターローダー、下半をバック方で屈作する方式で 32km578m までの 174m を屈作したが、仮、インバートの番ブクレが激しくなり、四歩行の座などが発生したため断念した。続いて上部に直径 3m のシルベコを先進させて、地山の応力を解放させるシルベコを先進ショートベンチ工法に切り替えて32、 キロメートル670メートルまでの92メートルを掘削したが、これも度圧が限度を超えて、四方向の雑草などが発生して断念となった。結局、中央部に、シルベうのみを先に掘削して、後に、本港への切り広げを行う方針として、中央シルベう先進工法で掘削を行った。人力掘削により、25センチメートルの掘削を1、 サイクルとして、毎回、吹き付けコンクリートの施向と市歩行の立て込みを行って、わずかずつ前進したが、131メートル掘削して32キロメートル801メートルに到達した時点で、1サイクル25センチメートルにつき3メートル近い、押し出しがあるような状況となり、これ以上の掘削が困難となった。結局、百八十七年度、昭和十二年度末には、 東口側から、シルベコー駆策を続けることを断念した。人力掘削策では、地盤が膨張してくる速度に追いつかず、かつ、四方向が大きな圧力を受けて、シルベコーの形や向きを制御するのが困難であったため、安全で高速な思考をするためには、トンネルボーリングマンを製作して投入するのが、最良と判断された。300TAFM 約2.94%の度圧に耐え、3500TF の推進ジャッキの能力を持つ TBM が設計、製作された。偽名社交口において1988年、昭和63年7月に TBM 発信基地を作る工事が開始され、1989年、平成元年1月11日に TBM が発信した。当初は順調に工事が進んだが、 やがて天馬が崩落して、ずりを除去するために TBM を一旦交代させなければならないことが増えていった。32km984.5m の地点まで TBM により前進したが、1989年平成元年2月15日に掘削中に押し出し量が急激に増加して TBM のカッターの回転が不可能となってしまった。 そこで TBM を一旦交代させてカッターを回転させようと試みたが TBM の交代速度より地山の押し出し速度が速く掘削した区間をすべて押し戻されてしまった掘削済みの本校に出た後も地山の押し出しは止まらずセメント袋を積み上げて気づいた間に、バルカヘッドも破壊されスチールファイバーを混ぜた厚さ3.0メートルのバルカヘッドを打設してようやく 押し出しを止めることができた。結局、ほぼ100メートルにわたって押し出され、TBM 発進前より後退してしまった。TBM 掘削が順調に進められた区間は、工事中断前に薬液注入を行っていた区間であったことから、薬液注入が効果を上げるものとみて、注入工法の検討が行われた。年、平成元年月日から、 様々な薬液の試行を行いながら手彫りのシールド工法を実施して前進した。東口側からも同様に1989年平成元年7月2日から注入を併用して前進し、ついに 32km851m 地点において1992年平成4年10月29日にシルベ港の貫通を迎えた。東口側は 平均月新4.9メートル、車高口側は1.5メートルであった。以降は、本校断面への切り広げ施行が行われた。東口側は1988年、昭和63年5月8日から、知るべ甲掘削済みの区間について、本校断面への切り広げが開始された。一方、車高口側でも1993年、平成5年に1月13日に、 本校断面への切り広げを開始した。切り広げ工事は、超ミニベンチ工法を採用したが、シルベコを掘削時に行った、薬液注入の効果や、ガスが事前に抜けていたことなどによって、地山の特性が改善し、比較的順調に工事を進められた。それでも、平均が地震が10メートル程度に止まる、掘削の難しいトンネルであることに変わりはなかった。年、 平成7年3月7日、32km937m 地点において、ついに本港の掘削工事が完了した。最終的なトンネルの完成は1995年、平成7年11月7日で、1973年、昭和48年12月7日の着工以来、途中の中断期間を含めて21年11、1ヶ月を要したことになる。 鍋立山トンネル建設に関して、1994年、平成6年5月26日に、土質工学会賞を受賞した。建設期間を通じた殉職者は5名であった。トンネルの総工費は299億2000万円であったが、この内工事再開後の645メートルだけで145億7500万円を投じており、この区間のメートル単価は、 約2260万円となっている。こうして屈指の難工事となった鍋立山トンネルは1997年平成9年3月22日の北越北線改め北越急行北北線の開通により供用開始となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。